日本のサラリーマン生活あるある、副部長と部長補佐、部長代理、どれが一番偉いんですか？松井です。はい、というわけで、まあ、日本のサラリーマンあるあるが、これが元凶じゃないかと私勝手に仮説唱えてるんですけど、はい、三代執権が北条泰時ということになるんですね。はい、三代執権北条泰時になるんですけど、北条時房ってことですね。はい、北条時房ってことになるんですけど、執権を補佐するというですね、連署という役割になります。はい、執権を補佐する連署ということになりますね。非常にややこしくなるんですけど、将軍を補佐する役割として置かれたのが執権。で、その執権を補佐する役割として生まれているのが連署。もう一回言うよ。はい。将軍を要するに補佐する役割で置かれているのが執権。さらにその執権を置かれて、執権を補佐するために置かれているのが連署。変な話ですね。はい。補佐とかね。はい。ということになります。部下でええやろ。執権の部下で連署って言ったらええんや。これね、ダメなんですよね。これ年齢的にね。はい。時房の方が年齢上とかね、いろいろあるんですよ、これね。はい。というわけで、北条泰時と北条時房、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。